ヘムホーェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す、町村。この町にはツェッケルン集落が含まれる。この町は、エアランゲンへの通勤者が多く住む町である。ヘムホーェンの近隣の市町村として、アーデルスドルフ、ヘロルツバッハ、ハウゼン、バイアースドルフ、メーレンドルフ、エアランゲン及び、レッテンバッハがある。この町は、 以下の二つの集落からなる。ヘムホーフェンは1355年に初めて文献上言及されている。現在の地域には紀元1000年頃に入植地として集落が形成された。フリードリヒ・コンスタント、クラウス・ゴルトという司祭が作成したルター派のヘムホーフェン教区にある教会所有の不動産について記述したエフンゲリション・ファーバッチにヘムホーフェンは すでに1062年には知られていたという記述がある。伝承では、以前はこの地は、牧用地であったという。村の統治は、人々が交代で行っていた。こうしてできた村がハンメルホーフ・ハミルハフで、最初の音節を短縮して、ヘムホーフェンと呼ばれるようになったと伝えられる。しかし、この村の名前には、アルベイヤーフォン・ハイメンホーフェンという仮名に、由来するというもの、ホーフでアヘモ。 または、ホーフデアヘンモに由来するというもの、ホーフデアヘンマに由来するというもの、ハイムハフが語源だとするもの、と様々な解釈がある。それにもかかわらず、地元の人々は、今日でも伝承が真実だと固く信じている。クラウス・ゴルト司祭は、村の名前の解釈というテーマで、この解釈は1800年のフランケンチ氏、第2巻567ページのヘムホーフェ編の項に、 この村は一軒の農家と牧羊場から始まったと書かれていることに由来すると述べている。隣接するレッテンバッハで宗教改革が力を失ったのと対照的にヘムホーフェンは長年プロテスタント教区に属す村であった。1525年のドイツ農民戦争で破壊されたレッテンバッハ城は1362年からトルフゼッセフォン・ポンマースフェルデンの館であった。 16世紀にトルフゼッセ家はプロテスタントの教義を受け入れ、ヘムホーフェーンやレッテンバッハの家臣たちもプロテスタントに改修した。バンベルクの司教領主による反宗教改革は1628年にレッテンバッハのみ再度改修させることに成功したが、ヘムホーフェーンはプロテスタントのまま残されたのである。1650年、ヘムホーフェーンは ポンマースフェルデンのトルフゼス家の娘がパッペンハイム伯フィリップに嫁ぐサイの嫁師として与えられた。この伯が亡くなった後、再婚により、1660年にこの土地はテステルベルク男爵領となった。1715年にヘムホーフェン城の建設が始まった。ところが、1722年7月11日にテステルベルク男爵はこの城と周辺の土地を モーレンフェルスのビンクラー家に売却することを決めた。ボルフガング・クリストフ・ビンクラーフォン・モーレンフェルスは皇帝ヨーゼフ一世により1709年に貴族に除せられていた。彼はそのエネルギーと知恵で富を勝ち得たのだった。テステルベルク男爵家から獲得した所領が原子相続財産となったことが1723年の記録に記載されている。この記録は 1731年に、ウィーンの皇帝の官僚による確認を受けている。ボルフガング・クリストフ・フォン・モーレンフェルスは、城の建設を終えたが、時代にあたる彼の息子、ゲオルク・クリストフは、城とその周辺の建造物を堂々とした、大きく美しい建物に拡張した。しかし、このヘムホーフェン城は、長い間プロテスタント教会の教会堂として、用いられた。 第二次世界大戦後、難民や老人たちがこの資料に住み着いた。数年前に大規模な改装が行われた建物には、現在では、もう誰も住んでいない。1984年10月に行われた軍内の、僕らの村が一番美しいコンテストで、ヘムホーフェンは、エアランゲンヘイシュタット軍で一番美しい村に、選ばれた。2005年に、ヘムホーフェンとツェッケルンは、 創設650年祭を祝った。ヘムホーェンの議会は主張を含む21議席からなる。ズ柄ガラ、銀の背景。金色の身分の山に服を着ていない、ムーア人。左上角に赤い縦型。その中に、銀のザウフェーダー。1977年に、モーレンフェルス男爵ビンクラー家にちなんで、ムーア人をあしらった紋章を創設した。イノシシ狩りの槍は、 17世紀にチェッケルンを治めたシュティーバール家にちなんだものである。ホルヒハイムからチェエルンへの鉄道路線の再開が議論されていたが、2006年にこの鉄道は創業しないことが決した。ありがとうございます。